そうそう、聞いてくれよ。今度さ、うちの姪っ子が誕生日なんだけどね、なんかアニメの DVD が欲しいって言うんだよ。アニメですか？ほら、なんだっけ、この前おもちゃ屋で見た、ほら、ダメだ、一文字も出てこない。ネオポリスガール？そう、うん、正解、うん、え、何？サカ、うん、お前詳しいの？え？いや、まさか。あんなもんちっちゃい子供が見るようなアニメだもんな。ネポガがちっちゃい子供しか見ないアニメだと？分かってない、このバカ何も分かってない。ん？どうした？いや、分かんないっすね、子供向けのアニメは。だよな。逆に詳しかったら気持ち悪いよ。気持ち悪くはないけどね。よっしゃ、今日仕事終わったら軽く飲みに行くか。いいっすね。でね、実は今月ちょっとピンチでさ、悪いんだけど今日に限っては割り勘にさせてもらえる？すいません、え、今日予定あるの忘れてました。また今度誘ってください。え、何が？え、あ、はい、誰がいいの？酒井？酒井？なんだあいつ。我慢我慢。待っててくれよ、オーシャンポリス。君を手に入れるためなら食事なんてどれだけだって抜いてみせる。